あそこに入れられたらさ、もうダメやんと思うんだけど。あれ、ちょっと待って、これ全員来ないとダメなんだっけ？そんなことないでしょ。あべ。しょうがねえな。やってやるか。よし、男を見せよう。女の子だけど。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。ニンテンドースイッチはすべてのタイトル中心をボイチ実況配信やっています。よろしくお願いいたします。昨日はね、ちょっとオーバーウォッチがやりたいんで配信やらせてもらいましたが、今日はね、またサマーセールのゲーム遊んでいくって企画続きやりましょう。3日目ですね。今日はね、サマーセールってわけじゃないんですが、ニンテンドースイッチオンライン加入者特典でね、一斉トライアルで1週間遊べるようになっているオバケイドロやっていきましょう。よろしくお願いします。まあ、実質これもね、このキャンペーンと一緒に購入するときのセールは入っているんで、まあ、サマーセールといってもね、差し支えないかなと思います。勝手にこのゲーム僕ですね、割と鬼ごっこゲームの代表的なやつですが、デッドバイデライトのね、ライトバージョンというか、結構そういうものと思ってるんですが、実際どうでしょうね。結構面白いって声を聞くので期待しております。じゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。まあ夏ですからお化けはちょうどいいかなと思いますけど、僕これぐらいのお化けだったらね、全然許容できるんで大丈夫です。ちょっと本当に怖いものは僕は大人になったんですが、未だに怖いのでダメです。というか僕はどちらかというとね、血がドバーッと出ちゃったりするような方がちょっとダメなんですが、いわゆるスプラッタ系かな。実際なんだろうね、ほんの日本的な怨霊的な怖さだったらまあまあまた大丈夫かなと思うときもあるんですが。まあ、これぐらいのお化けだったらウェルカムですね。まあ、とは言ってもウェルカムとか言って、うちに来られても困るんですけど。まあ、よく枕元に立つって言うんだけどさ、うち枕元そんなにちょっとスペースないから、多分幽霊も来ても困ると思うんだよね。と思いながらお化けイドロです。まあ、最近はね、なんか、僕の子供の頃って映像技術発展しなかったから、割と心霊映像特集とか夏やってたんだけど、やっぱりさ、4K とか 8K とか出てくるとさ、ああいうのってちょっとやりにくいのかなと思いますよね。さあ行きましょうか。無駄な話しましたが。まあ結構そのなんでしょうね。これ20分とか30分とかで1回プレイして、じゃあ面白いですね。感想っていう感じのゲームじゃないかもしれないんですが、まあとりあえず触りとしてね、楽しんでいきましょうか。まあ1週間とはいえ無料なんでね。本当に。お、赤い月だ。まあ導入でしたね。お化けイドロ。お化けの世界で大流行してる遊び。あ、遊びなんだ。夜な人間をお化けの世界に連れてきて勝負を挑んでいる。まあゲームなんだね。その呪いとか儀式じゃなくてよかったなと思いますが。お、瞳の奥には。誰かが助けを求めてますが、ん？あれは誰だ？パス。ん？鬼火。へえ。鬼火か。これを持って逃げるのかな？
またまたしたらあいつが来ちまうぞと。あいつは人間の子供に目がね。次はいいか。これがボス格みたいなものかな。はい、行きましょう。この後お化けに見つかってしまいます。あ、お化け柵も取れるんだ。ずるいね。建物の後ろに隠れましょう。これは、こういうね、ホラーものはね、逃げるだけとさ、戦えるやつ系のあるけど、できれば、それで戦える系の方がいいんですが、まあ、それだとね、ホラーものじゃねえよねって話になっちゃうからね。はい。わけは言ってしまいました。成仏させた方がいいんじゃないかな。あ、ちっちゃいやつだ。へえ。わけに居場所が奪われてしまいます。そっか。おおお、なるほどね。あいつフェイントかけたよね、一瞬。結構ガバガバだな。あ、しまった。 いやね、引っかかったんだよね、ゲーム的に。あら。あ、そこに入れられるだけなのね。元のアレスが使ってまってしまいました。お名前がありましたね。同様のドクロスイッチを2つ押すことで助けることができます。このゲームさ、発電機とかないの？僕発電機蹴り飛ばしたいんだけど。押す。はい。押しました。ここどこ？ ここどこ？セキュリティガバガバだな。皆さんも発電機蹴り飛ばしたじゃないですか。さあ行きましょう。ここから離れましょう。あ、しまった。早いな。森火の力かけてランタンを使いましょう。焼ける率 80% ぐらいだっけ。はい。気絶しました。今のうちに逃げましょう。すごいな。あと少しで弱気です。頑張って逃げ切りましょう。はい。人間チーム制限時間3分。3分いいね。1人でも逃げ切れば勝ち。あ、やっぱデッドバイトエアイズじゃん。へぇ。3人協力よりお化けから逃げ切ろう。お化け側もあるんだよね、これって。いや、いいや、わかんない。違う、よくわからないことを言うとね、後で違うことが結構ね、僕の実況ではよくありがちなんで。とりあえず人間チームがあるんだな。了解です。あ、でもよかった。捕まってもあれか、檻の中に入れられるだけか。なんかさ、またフックとかに引っ掛けられてさ。チートバーとかじゃないんやね。あ、足跡あんだ。ほー。あ、いや、いいやん。あ、いたいた。へえー。いや、見つけました。開いてんのか。ああ、なるほど。開いてんのが早い。あ、でも障害物は、そっか、吸い抜けられるんだ。あ、でも遅くなるんだ。あ、なるほどね。面白いね。ちょっと待って。やべえな。これで今日時間終わったら、間抜けだな。ちょっと待って。いや、ちょっと待って。難しくない？あ、一応これで入ったのか。へえ。いや、でも捕まえるの難しいわ。はい、捕まえたらしばらく手が消えてしまい、捕まえることができないんで注意しましょう。へえ。残り一人でも見つけ出しましょう。かくれんぼだな。いや、鬼ごっこか。いや、だから軽泥だって言ってんのに。今頭の中で、ね、なんか納得してしまった。なるほどな。さ、デッドバイデライトはさ、プレイ動画何回か見たことあるんだけど、なんかやっぱ捕まえるキラー側でさ、結構時間がさ、めちゃくちゃ経っちゃったりというかさ、無駄ななんか回避をさ、されまくったりすると、ちょっと和むよね。なんかそんな感じに僕なりがちだなと思うんだが。あ、でも、確かに、狭いところ抜けるのもやっぱ手段の一つなんで、あー、やべ。あら。これで全員？おめでとう。
まあ、どっち側がいいかは結構、なんだろうな、思考分かれるよね。というわけで、チュートリアルでしたね。だいたいここまで10分ぐらいでできるのはいいですね。はい、ファインプレイで金 ランクポイントをたくさんゲット。はい、集めた金はショップで使える。スタンプいろいろ。どうしようかな。ショップって何があるんだろう。ようこそ。はい。ランタンか。ハンドメイド。いっぱいあるね。ドクロ。モザイク。かぼちゃ。また来ましょうか。そうだな。オフラインでも行けるんだ。まあでもインターネット行けるかな。もちろんマッチングまでの時間はある程度吹っ飛ばしますが、ネット対戦できるかやってみるわ。フリーマッチ、フレンドマッチ、フレンド交流。フリーマッチいいかな。どっちがいいかな。いや、最初はちょっと人間でやらせてもらっていいですかね。意外とね、捕まえるアクションは難しいから、お化け側は最初難しいと思う。スキルあるんだ。ああ、スキルありのものがあるか。はい、じゃあちょっとお待ちください。募集中ですね。まあ、フリープレイ期間中だから人いると思いながら、ちょっと待ちます。はい。今ね、マッチングタイムギリギリまで待ってね、ああ、これはダメだなと思ったんですが、ラスト2秒ぐらいで来てくれた気がする。やりましたね。いや、2秒は言い過ぎだ。でもね、10秒切ってたわ。よかったよかった。さあ行きましょう。まあ、逃げるだけでしょ。お、すごい。何これ。足しとかあんだ。まあ、みんなやっぱ女の子だよね。それはわかるよ。はい、お化けがいまーす。お化けから3分間逃げ切れて。怖いねー。一緒のとこ来んなよ、みたいなやつ。すごいな。今めっちゃ昔鬼ごっこしてた子のこと思い出した。範囲外でしょ。そっか。しゃがむの X か。あ、大ピン。うおー。死ぬやん。あ、でも面白い。ピンチ、マジで大丈夫。ランタン発動が Y ね。ヘルプ。そうか。あれやな。ね、鬼ごっこでさ、同じ場所行ってたら怒られるやつだね。え、なになに？これお化け来たってこと？あ、やべえ。あ、みんな来んなよ。惜しい。メッセ送るのいいね。あ、やべえ。超えられないんだ。これどっちだろうな？やっぱお化け側の方が大変じゃない？このゲーム。どうだろうね。え？あ、やべ。なるほど。犠牲となったのだ。仲間が見つかった。助けに行こう。これなぁ、難しいよな。これ3人全員来てりゃいいっちゃいいもんね。助けに行くことでさ、おとり取られてもさ、それも怖いよね。あ、ナイス。ごめん、任せるわ。とまけに僕実況してるね。おお。いや、これ、お化け側の方が大変じゃない？まずちょっとお化け側をね、やってみたいなとはもちろん思うんだけど。音楽は押され。治療家牢屋を見張っています。見張り終了まで。まあ、とはいってもね、もう解放されちゃったからね。よいしょ。あら。僕さ、驚くほど何も起こらないんだけど、え、ちょっと待って。すでに、ああ。密集しすぎだな。慣れた方がいい。あと55秒でしょ？これ全員、あれ？全員来てないとダメなんだっけ？
いや、でも行ってみよう。動画的にも。あ、やべえ、そうだ。ダメやん。見たわ。てか、あそこにいるのはもう無理でしょ。ね、いるよね、あそこにね。かくれんぼっぽくしときますか。あそこにいられたらさ、もうダメやんと思うんだけど。あれ、ちょっと待って、これ全員来ないとダメなんだっけ？そんなことないでしょ。やべ。しょうがねえなあ。やってやるか。よし、男を見せよう。女の子だけど。消えろ！はあ！あ、違う違う違う、こっちこっち。よし。みんな頑張ってね。やってくれ。はってやってくれ。よし、やってやった。やってやった。え、これ綺麗でしょ？おう。すごい。天下無敵の大勝利だ。やった。うん。ランタンは大切にした方がいいと思いますね。やったやった。いや、やったね。これは嬉しい。私、ランタンが買えるように言った。ありがとうございます。キャラクターセレクトと言っても、キャラクターほとんどいないでしょ。アリサとアリスか。アリサとアリスね。うん。アリサだね。なんか勝手にこのイメージの姿してるさ、アリスって呼んじゃいそうになるんだけどさ、アリサなんだね。うん。じゃあ一応お化け側もやってみますか。ちょっとボロボロになること浮き合いだと思うけど、やってみます。うん。とそれのバッタン図書館。うん。うわ、ちょっと待って、めちゃくちゃ強い人いたぞ。大丈夫か。あ、なんか知らないキャラクターいる。へぇ。ちょっとね、相手めちゃくちゃ強いじゃん。まあ、しゃがない、やってやるか。たとえボロボロになったとしても、この動画はこうで終わりです。もう一回しか時間がね、許されていないので、頑張りますよ。さあ、行きますか。あ、何がある？さあ、お化け側です。お化け側やることないよな、基本的に。捕まえるカメラリセットしかない。カメラ視点は重要かもしれんが。いるな？おったな。あ。いてーはぁ、あ、ただ、これでランタンを消費させたと。これさ、まあ、いろいろ選択なんだけど、え、ちょ、え、そこ行っちゃう。ランタンさ、あえて消費させたら最初に。うん、そうそうそう。3人分ランタンを消費させておくっていうのはどうだ？最後にさ、僕みたいにむちゃくちゃなことされた時にさ、ちょっとめんどくさいよなって思うんだけど、3人の行動を3人がさ、それぞれ見てるとは思えないんだよね。これでも捕まらんの？これでも捕まらんのか。だからこいつを捕まえることは、え？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、オッケー。こいつを捕まえるのはいいでしょう。これで、ランタン発動できるやつはもういないから、さあ、あとはね、絶望を味わわせてやろうじゃないかって話じゃないですか。難しいな。ジャージーダメだよ、囚人番号1044みたいなやつですよ。あ、マジ、あ、え、嘘。嘘、どこにいた、こいつ。あ、こいつ見なかった、そういえば。あ、そう、勘違いしてた。しまった、勘違いしてた。そうだ。女の子二人、アリサしか見てないよね、そういえば。完全に間違ってたわ。まあ、とりあえず一人入れて。いやー、これは、キラー側というか、キラーじゃねえっつってね。お化け側難しいよ。これでさ、定期的な警備入るわけじゃないですか。
いやー、ちょっと、いやー、やられた。無理だよな、今。千葉けど親からなれた。ただ、このボコエももう終わる。あー、もう無理だって 無理だよ、やっぱ。仮にこれに入れたとしてもなーって話だよね。え、これダメなん？あ、てか、牢屋が空いてるから。え？嘘？ちょっと待って。ちょっと待って。え？無理じゃん。え？なんで？え？え？これ残像かなんかなの？ え？嘘でしょ？ちょっと待って、なんで？え？牢屋が空いてるから。え？なんで？なんで？なんで？え？嘘？ちょっと待って、なんで？ あ、そっか。え？え、仮に入ったとしてもまあ開けられるっていうデメリットはあったけど、いや、ちょっと、難しいな。痛い。いやー、とは言ってもね、もうね、煽りに来たな。やったな。いや、まあ、ちょっと、お化けが難しいと思う。てか、相手強すぎでしょ。歴戦のケイドロマスターしかいないでしょ。よし。まあでも、どっちも楽しいですね。楽しいんだけどね、お化け側でね、焼けることが、ちょっと少ないかなと思ってしまう。これは、なんかショップとかでカスタマイズができるのかな？お化けショップになるわけでしょ？へぇ。いっぱいあるな。あ、狼いいですね。好きだ。そうね。結構かっこいいやん。かっこいいけどなんかでかくて 見つかりやすそう。ちょっと目がいっちゃってる感じですね。ワルウルフ。はい。範囲、壁抜け。あ、壁抜けできないやつもいるんだね。あー、そっか。移動速度とかか。まあ、やっぱそこら辺だよな。そこら辺でまあ自分が好きなやつ探してねって話だよね。ジャンプ。あー、なるほどね。まあ、この辺りはちょっとここら辺使って、もしお気に入りのキャラクターがいるんだったらっていうところだね。はい、じゃあサクッと遊んでみましたけれども、とりあえず最初やる分には、人間側の方が勝ちを狙いやすいのかなと思います。お化け側はなんかもう本当に個人のスキルになってしまうから、ここら辺はね、まあ、きっと上手い人もいると思うんですが、練習次第でね、きっとゲームのこの感覚というのは変わってくるかなと思いました。まあでもとてもね、これが、今はもちろん無料で遊べますし、オンラインのね、加入特典無料で遊べますし、セールでもね、今かなり安くなってるんで、まあなかなか本当にね、個性あって面白いゲームかなと思いました。やっぱりね、でもデッドバイトデライトだなと思い、デッドバイトデライトかな。そのあたりをちゃんと踏襲してんだなとか思いながらね、なかなか感動しましたね。よかったです。よかったらまたね、他のゲーム含めてみてください。まあもうちょっとね、この、なんでしょうか、サマーセールのやつは続くと思うんで、よろしくお願いします。次は、授業はね、これぐらいにしておきましょう。お疲れ様でした。さよなら。